ありがとうございます。まずあの決勝は振り返っていかがでしたか。まあグラウンドで返して、まあ、終わるっていうのが一番の理想だったんですけど、自分の攻めででも返せなくて守られてしまって、まあまあ、そこが一つまだダメだったなみたいな。で、まあ、スタンド取り行ったことは良くて、はい、良かったです、はい、みたいな感じです。自分であの意図してたことは、スタンドで綺麗に投げも決まりましたけど、あれはちょっと意図してたことは違うって感じ。まあグラウンド返せなかったらもうスタンド取り行くしかないなと思ってて、で、まあいい感じで攻め行ったら うまくいけてみたいな。で決まったんでもうやるしかないなと思ってやったら決まったって感じです。改めて2連覇ということで、この結果はどういうふうに受け止めてますか。別に特にそんなに思うことはないですね、はい。というのは、まあ、まだこんなところじゃ満足してないって感じですか。まあ そういうことそういうことですね、はい。オリンピック階級でやんなきゃ意味ないんで。ここまであの、まあ、コロナの影響とかもあって調整とかも難しかった面もあったと思うんですけども、はい、そういう面ではどこでしたか。まあ環境は割といい方で、他の所属に比べれば、なんでまあ全然、まあ普段とは違うかもしれないですけど、まあそれなりにいい調整はできたと思います。まあ、とりあえず、まあ、国際大会とかあるか分からないんですけど、まあ、その国際大会での入賞というか、まあ、メダル獲得、まあ、海外で勝てるような選手になるというのがやっぱり一番大事だと思うんで、日本で勝っても意味がないんで、これから海外で成績残せるように頑張りたいなと思ってます。わかりました。代表以上にします。追加があればお願いします。では日本テレビさんお願いいたします。はい、今年はまあ2日前か、まあ、昨日かちょっと2日前か3日前、まあそんぐらいにちょっと前ぐらいに、まあ頑張れよみたいな感じで、まあ感じですね。まあそんなに特にはないですね。今年はね、無観客で、まあ、来ていただけなかったって言われたんですけど、まあ見ていると思いますけど、なんか伝えたい言葉とかってありますか。まあ父のなんていうか成績に恥じないようにまだまだ頑張りますって感じですね。まあ、実際大学校とはいえちょっと自粛した期間もあったかと思うんですけれども、そこでなんか特に自分で取り組んでたこととかってありますか。なんだろう、特にはないですかね。フィジカルとかも普通に。まあそうですね、フィジカルは前よりは強くなったかなって感じはしますね。どこら辺を中心に鍛えたとかってありますか。いや特にそんな、まあ、全体ってことにしておきます、ね。他の選手とのちょっと試合でちょっとちょっとどうしたのかな、ちょっと大丈夫かなと思ったんですけど、あの試合ちょっと振り返っていただけますか。あの試合はちょっと岡島選手の右のローリングが強くて、その右のローリング守ろうとしすぎての、まあ、左で肩で決められて、まあ、やばいなと思って、このままだったら手くられると思って、まあ、どうにかしてみたいな感じで、まあ、最終的に、まあ、守れればいいんですけど、グラウンドで守って攻めで返してっていうのがやっぱ一番理想なんですけど、まあ、最悪1回返されて自分が1回もしくは2回ぐらい返してそれを投げれば勝てるんで、まあ、それ狙ってて、まあ守りたかったですけど、まあまあまああんまりですね。まあまあまあです。あのオリンピックパリの体重まだ出てないんであれなんですけども、今体重って自分の中で理想体重ってどうですか。上に足したいとかって言われると。多分上ですかね。あの2021年もうすぐですけれども、どんな年にしたいとかっていうのはありますか。楽しくしたいです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ここからありがとうございました。他に質問よろしいですか。大丈夫です。
ありがとうございました。